皆さんこんにちは、ハープ奏者、作曲家、即興演奏家の、小坂元志です。よろしくお願いします。バッハの思い出、ね、第2弾ということで、今日も引き続き、バッハの思い出という本をですね、起点にしてそこから音楽の話をしていきたいと思います。バッハの思い出という本は、バッハの奥さんであるアナ・マグダレーナ・バッハが、バッハのことを思い出しながらこう綴っているという体裁で書かれていますが、実際には、まあ、フィクションともちろんあの研究によって、まあ、ある程度明らかにされた、事実の部分がこう混じり合っているような文学作品なんですね。で、まあ、これの書かれていることの真偽はともかくとして、非常に、まあ、あの優れた文学作品だと思います。というのは自分はこの本から随分、励みをいただきました。ですので、まあ、このシリーズでは、このバッハの思い出という本に記述されている、文章を、起点に、音楽について語っていきたいと思います。今日のテーマは、まずは即興演奏です。で、即興演奏に関して、書かれている、次の記述をお聞きください。彼はオルガンかクラビーヤで即興を弾こうと思うと、まずブクステフーデかパッヘルベルか、それとも彼が心からの賛辞を惜しまない叔父のクリストフ・バッハのちょっとした曲を弾いてみて、そこからやっと自分自身の天才が一段と強大な翼を伸ばし始めるのでした。そんな時、私はよくどこの家庭でも見られる風景を思い浮かべるのです。ほんのわずかな水をポンプに注ぐと、それが誘い水となって汲み尽くすことのできない地下水が底知れぬ深みの下から吸い上げられるという、あの風景を。即興演奏という概念ですけど、あまり馴染みのない方も多いかもしれませんので、少しあの即興演奏っていうのはどういうものかっていうのをお話ししておきたいと思います。ほとんどの演奏家、特にクラシックの演奏家は、何かを演奏するという場合に、楽譜に書かれている音楽を、まあ、自分が演奏できる楽器あるいはまあ歌などで、表現するという形で音楽を演奏します。で、まあ、これはあの今現代では、まあ、最も当たり前の音楽の、あり方なんですが、バッハの時代には演奏されるべき音が全て書かれていなかったんですね。で、ある程度の即興演奏をすることがまあ期待されていたという部分があったのと、あとはあの、まあ、教会の式典などでとにかくあのいろんなまあ音楽を、例えば式典の長さに応じてこうやんなきゃいけない時に、それを即興でこうやっていくということもまあ普通に行われていたようです。ですので音楽家の能力としては、まあ、演奏と作曲、それに即興演奏というこの3つの能力が必要だったんですね。で、即興演奏というのはある意味作曲なんですけど、普通は作曲したものを書くんですね。で、その作曲してるプロセスっていうのは結構何時間も、下手すると何日もね、何ヶ月も何年もっていう、まあ、ケースもあると思うんですが、とにかく時間をかけてじっくり作ったものを紙に書いて、まあ、紙じゃ今これ今時はねコンピューターかもしれないですけど、まあ、とにかく書きつけて、でそれを演奏するときはその書きつけたもう出来上がったものを演奏するというのが、まあ作曲の目的なんですね。で、即興演奏っていうのは、この場でこう作曲したものをすぐに演奏してしまうわけですね。ですからすっごい短い時間でもう一瞬の間で作曲をして、それをすぐに演奏するということで、プロセスはですね、作曲とよく似てるんですが、スピードが違いますよね。で、即興演奏の場合は時間がないですから、じっくり考えることできないんですよ。ですから、かなりの部分が、まあ、直感と、あとは演奏習慣ですかね。特に即興演奏の場合は演奏するわけですから、楽器か、まあ、もちろんあの歌を使うしかないんですが、で楽器を弾くときにある程度その何ていうんですかね、体が覚えてることっていうのがあるんですよね。
ですから、このぼんやりこんな音が次弾きたいなと思った時に、そのぼんやりこんな音みたいなのをこうやる時はこうみたいな、そのパターンがですね、ある程度こう頭にあるわけですね。ですからその時に感じたものに対応する技術とかテクニック、あるいはまあそれによって生み出される音をパッと見つけて、できるだけ感じていることと表現していることが近いようにこう、ね、その瞬間瞬間で音楽を作っていくっていうのが即興演奏になります。ですからこれをやるにはですね、作曲の能力が必要なんですね。まずそれプラス楽器演奏能力が必要になりますから、即興演奏っていうのは実は結構大変なんですね。で、まあ、クラシックの演奏の場合には何をやらなきゃいけないかというのは分かってるわけですね。ですから弾きながら次何を弾こうかとかっていう悩むことはないわけですよ。どう弾こうかっていう悩みはあるんですね。どうやって弾こうかって、ただ何をっていう部分は悩まなくていいんですね。ところが作曲の場合はもちろんそれを悩むんですけど、まあ時間がありますからね、分かんなかったらしばらく置いといて後でやったりとか、なんかいいアイデアが出てくるまで待ってるんですけど、即興演奏っていうのはそうはいかないわけですね。その場でなんとか道を見つけてやっていかなきゃいけないという。で、どうやって始めるかっていうのは意外と難しいんですね。このバッハがやったように、例えばブクステフーデとかパッヘルベルっていうね、彼が敬愛した音楽家の曲をちょろっと弾いて、そこからの発想で展開させていって、即興をこう広げていくというね、まあ、このやり方っていうのは実はジャズでも結構使われてまして、スタンダードっていうのがありましてね。でスタンダードっていうのはもういろんなジャズミュージシャンが常によく演奏する曲なんですけど、これは例えばミュージカルの曲であったり、映画の音楽であったりとか、まあ、ヒット曲のモチーフだったりするんですが、それを使ってまず、まあ、テーマっていうんですけどね、その曲のまあ、ある部分とか、まあ、全体を弾いちゃうこともあるんですけど、ある部分をこう一塊にして、まあ、メロディーとそれにこう和音の進行がついてるわけですけど、それをこう一塊で弾いて、でその進行、和音進行の中で今度は即興演奏をやっていくという。だから、まあ、誰かのね、他の人の曲をやって、でそこの上で即興演奏するということですから、まあ、この記述にある、バッハのやり方とよく似てる部分があるんですね。ただバッハの場合は、即興演奏のやり方というのは、まあ、ジャズミュージシャンみたいにそのまままるっと、コード進行とかを乗っ取ってやるっていうよりは、まあ、そういうやり方もしたかもしれないですけど、おそらくテーマというかそのメロディーね、その曲のメロディーを使ってそれをまあこう組み合わせて、まあ、フーガとかカノンというやり方なんですけど、即興演奏をしたのじゃないかなと思います。ですからどちらかというとジャズの演奏家がやる即興よりはもっとこうややこしい作曲に近いものをその瞬間にやったと思われます。でこの記述でね、このポンプの例えっていうのがあるんですけど、これはなかなか絶妙だと思うんですけど、本当にね、バッハほどの天才でもやっぱり何か即興をやるときにちょっとこうインスピレーションが必要で、そのインスピレーションさえあればそれをきっかけにガッとこう音楽が流れ出してくるという。でこれは本当に即興演奏をやってる方は多分皆さん経験すると思うんですけど、即興演奏はやり始めが一番難しいですよね。どうやって始めるのか。だからそのやり始めのところでどういう楽奏って言いますけど、音楽によるこの何て言うんですかね、音楽で表現するこの情景というか気持ちというか、そういうものはどこに持っていくかっていうのは結構難しくて、もちろんその得意なものって出てくるんですけど、ただ得意なね、いつもやりたいものばっかりやってると即興演奏同じような演奏になっちゃうわけですよ。でそうすると聞くまあ側としてはまた同じような感じの即興演奏ね。で即興演奏の面白さっていうのはいつも違うというか、この無限にね、可能性があるというところは面白いわけですから、それをなんかいつもね、即興演奏やりますって同じような感じのことでやってたんでは、あんまり即興演奏やる意味がないっちゃないわけですよ。ですからその初め、出だしっていうのは非常に難しいんですけど、出だしを失敗すると続かないんですね、音楽っていうのは。だからこの出だしで誰か他の人のアイデアを使う、あるいはすでにあるスタイルを使うっていうのは非常に理解できる、まあ、もちろんそうだよねっていうような
ことなんですね。ですからこの記述は結構なんていうんですかね、真実に近いんじゃないかなと、自分の中では思っています。ではバッハの即興演奏の素晴らしさに関する、記述を見てみましょう。彼が音楽を書いていますとき、いえもっと良いのは即興を演奏しているとき、それも特にオルガンのときです。彼は一番その偉大な魂をあらわにして、彼の心のふるさとであり、おそらくただ一人彼のみが完全に我が物としていたあの世界を甘がけっておりました。彼の胸から流れ出たこよなく気高い音楽の数々は、死すべき人間の限りある耳にはもはや聞かれぬものでございます。それも彼の胸からたった一度限りほとばしり出たもので、少しも書き留めておかなかったものですから、今はもう彼自身と同じように宇宙のハーモニーの中に消え去ってしまいました。このようにして彼の音楽の多くのものがこだまする大気の中に送り出され、安らかなこだまを残して縮間の中に消え沈んでしまいましたが、これこそは彼の書き残したすべてのものより幾数倍素晴らしく超人的な美しさを持ったものでした。でこの記述の最後で、これこそは彼の書き残したすべてのものよりも幾数倍素晴らしく超人的な美しさを持ったものでした。ですから、もちろんね、皆さんバッハの作曲したものって聞いたことあると思いますけど、素晴らしいんですね。素晴らしいんですけど、それよりも幾数倍素晴らしく超人的な美しさを持ったものでしたっていう記述ですが、まあ、そんなことあるもんかと思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、即興演奏に長年携わってきてると、この時間をかけて作った作曲の中では見出せない何かが即興演奏にはあるんですよ。というのは、先ほどもお話しましたけど、即興演奏っていうのはその瞬間に全てが起こるわけですね。ですからその瞬間に、まあ、こう伝えたいもの、まあ、それが感情だとしたら、それをどうやって実現するかと。でその伝えたいものを今まで学んできた音楽の技術とか音楽の知識というものとこうね、その瞬間に照らし合わせて、その表したいものを一番よく表す、まあ、音を選ぶわけですが、まあ、それがね和音であるかもしれないしメロディーかもしれないんですけど、とにかくもう無限の可能性の中から今自分ができることをこうで最善のものを取っていくわけですね。でこの作業っていうのはある意味その自分自身にすごい真摯にならないとできない作業ではあるんですね。もちろん即興演奏と言いながらそれほど真摯にやらなくてもできるはできるんですよ。知ってるメロディーとかハーモニーをこうつなぎ合わせてそこで適当にやる、あるいはこうランダムにねこうノイズ的な音をいっぱい使ってランダムにやるっていう方法はありますが、まあ、もちろんそれも即興演奏でね、それを追求してる方がいるのことは自体は否定はしないんですけど、自分にとってはそのランダム、とにかくこうなんかドカーンとかやってそこからなんか始めるっていうとこにあまりにもねこう寄りかかった即興演奏、あるいは自分の知ってるものをコピーペーストしながらコピーペコピーペコピーペってやっていく即興演奏、まあ要は使い古したものをこうつなぎ合わせるわけですけど、で即興演奏することにあまり魅力を感じないんですよね。ですからその瞬間に自分自身を掘り下げて、今まで自分が見てこなかった音楽の美をそこで見出すっていうぐらいのギリギリのところでやる即興がやっぱいいと思うんですよ。でそこでやるのは えらい怖いんですけどね、っていうのは演奏するものの内容っていうのはその場になるまで分かんないわけですから、失敗する可能性っていうのはものすごくあるわけです。ですから即興演奏をやるには、そうですね、まあ自信、まあ自信ってそのなんかこの変な自信じゃないんですよね。まあ何か真摯にそこに向き合ってると多分何か見えるだろうという、その
ある意味信念あるいは信仰に近いような気持ちが必要だと思うんですよ。あとはそれに向けて日々やっぱりトレーニングしてる、やっぱ訓練してる、修行してるっていうことも必要だと思うんですが、そういう意味で即興演奏じゃないとこの生み出せない場のなんていうんですかね、エネルギーっていうのはあると思うんですね。自分にとってはその瞬間に作曲して、それをすぐに演奏して、しかもそれがね、この超人的な美しさを持った音楽であるということが起きるとすると、それはまさに奇跡じゃないですか。で、音楽っていうのはある意味奇跡だと思うんですけど、その奇跡の中でも奇跡の中の奇跡みたいなことがやっぱり即興演奏だと自分は思ってますので、まあ、そこを大事に演奏活動をしてます。即興演奏に関しては、例えばシューベルトとかベートーベン、ショパンなんかも即興演奏がすごかったというふうに言われてますね。で、現代はもうクラシックの方はクラシックだけ、ジャズはジャズだけみたいな、この何ていうんですかね、ジャンルによる積み上げみたいなのがちょっとできてて、まあ、作曲家は結構作曲だけで即興演奏とか演奏、まあ、できるけどそんなに専門にやらないみたいなね、このバラバラにみんな役割分担してやってるんですけど、まあ、自分はやっぱり音楽家としてバランスよくね、音楽の素晴らしい世界のこう全ての方向をね、まあ、全部深くいけないとしても一通りこう360度触れるためにはやっぱり、演奏、それと作曲、それと即興演奏は、まあ、やるべきじゃないかと。で、できればね、音楽教育にこの3つの柱っていうのは必ず入るようになった方がいいんじゃないかなと思ってます。で、現代の、演奏家の中で自分が影響を受けた即興演奏家は、キース・ジャレット、ピアニストのキース・ジャレットですね。で、彼はもちろんジャズピアニストとしてよく知られてるんですけど、即興のスタイルを見ると、まあ、ジャズ的なものもやりますし、ほとんどバロック音楽的なアプローチの即興もできるし、まあ、いろんなスタイルの音楽のアプローチで即興演奏ができるんですが、まあ、自分もどちらかというとそこを目指して、ハープでの即興演奏をやってます。ですのでここでねキースの音楽かけることできないんですけど、もし興味がありましたら、キース・ジャレットの、即興のソロピアノっていうのをちょっと聞いていただけると、まあ何ていうんですかね、まあ、好き嫌いはあると思います。ただ、その即興演奏の可能性っていうものを、まあ、現代の音楽家の中で最も広げている演奏家の一人だと思いますので、まあ、キース・ジャレットはおすすめです。では、ね、この第2回の最後に、即興演奏をやってみたいと思います。で、この今日ね取り上げた最初の記述にあった、誰かの曲をちょっと弾いてみてから、こうそこからね誘い水になって、ポンプでこう水がね地下から汲み出されるみたいな、アプローチで、即興演奏をやりたいと思いますので、今日はバッハの、プレリュード、前回のね、このバッハの思い出のビデオで、そのままオリジナルのねバッハの書いたまま演奏した曲があるんですけど、あのパターン、こういうアルペジオのパターンを起点にして、でそこから少しだけそのバッハのプレリュードを弾いて、そこから自由にこう発展させて即興演奏をやってみたいと思います。Thank you.
ー。